日本代表で強さドイツ代表するから 100チームぐらいできんのよ。させられたらもう勝手にサッカー大国になるんです自動的に。いや俺がさっきも言ってるんだけど、うん、やっぱり本当の意味ではプレイヤーズファースト。やっぱり市川ガナンさんですすらそういうのを引き詰めながらやっぱり立ち止まったらやっぱり衰退するだけだから僕らも常に走り続けなきゃいけないし、はい、追いつかれないようにもっと頑張ります。本当に追いつかれないようにあのもっともっと先に行ってやろうと思って。あの本当にうちにあの昔のシェイクラブがこう目指しすべきこうそのクラブ像が市川ガナンさんにあるのでもうなんとか追いつけ追い越せでなれるようにですね。ちょっといやだから僕は本当に、はい、あのお手伝いにいることを全部あのお見せするし、はい、まあ、うちのやっぱり育成メソッドだったりプレーモデルっていうのもあるし、はい、まあ、そういうものも本当に大事だから、ね、はい、だからあのまあそんな簡単に見せても追いつかれないぐらいあの結構やってきたね簡単に追いつけないです。いやあのねそのプレーモデルとかも、はい、見せてほしいって言って、はい、まあ、見せるでもそれをじゃあそのままパクってそのままやれるかですよ、ね、それはそういう問題じゃないですよね。そこに至るディスカッションとかプロセスの議論こそが大事だから、そんな ものがよりもそこに至る過程が大事なんですよ。だからこのグラウンド一つとってもやっぱり作るって いうのはそのあれなんですけど、やっぱりそれをじゃあ実現するためにこういろんな下調べがあったり、いやもちろんそこにももちろんそれでまさに今人工芝張り替えてるんだけど、これも大変いろんなことがあって大変なんですけど、だからもうそんな簡単なこと一つもないんですよ。いろんなことが大変だけど、でも一つ一つ丁寧にやっぱりパッション持ってあの取り組んであのやっていかなきゃ、一つ一ついろんな問題を解決しながら、あの僕らだってあの毎日毎日結構いろんな問題を抱えながら、まあ、俺もこう今日個人的にいろんな問題を抱えながら、やってるんです、はい、最後にですね、ちょっとお聞きしたいのはうちの U15 の監督からですね、ぜひ聞いてくださいということで、こう育成年代で必要なことを一言で言うとしたら何ですかっていうのをちょっと聞いてきてくれて、難しいんですよ。だから実際、まあ、よくそういうまとめありがちなんだけど、はいはい、その育成年代で一つ必要なこと、一つでじゃない一言で言うと、まあ、あのいや育成年代の何言ったら育成するために育成年代で必要だと、あ、必要だと思うこと、はい、一言でっていうなった場合、そうだね、いや結構答えに困るね、これ。すみません、後ろ、あ、いえいえいえ、なんだろう、俺は本当に、まあ、育成年代の その10、15だけじゃなくて、はい、いや俺がさっきも言ってるんだけど、うん、やっぱり本当の意味でのプレイヤーズファースト、やっぱり子供たちのためになってるのか、子供たちを幸せに、ね、あのうん、僕は、うん、あのここでクラブやってて、まあ、自分の子供もプロサッカー選手だし、そうですね、これまで多分 2,30 人ぐらい今 J リーグに活躍しているプロサッカー選手たちの育成年代に関わってきたけど、でもあのそれは俺はプロサッカー選手っていうのは生まれてくるものだと思ってるんだよね。育てるものじゃなくて、はいはい、それよりも 99.9% はプロになるわけだから、はいはい、むしろその子供たちが生涯にわたって俺のように、うん、あのずっとサッカー選手でやり続けること、うんうん、これこそが目的だと思ってるから、はい、だからそのためには育成年代で絶対サッカーを受けられなくてやめないようにしなきゃいけないわけだし、だから生涯にわたってサッカーを続けてサッカーを大好きにすることがこの育成年代で求められているわけだ。もうその一つはだからやっぱりサッカー選手が試合しなかったらつまんないに決まってるわけだから、はいはい、だからこそやっぱり特に育成年代は試合をしっかり出さなきゃいけないっていうのは、一つは大きな理由としてはやっぱり早熟、成長期が終わるまではちゃんとしっかり待たなきゃいけないんですよ、うんうん、まあ15ぐらいまで、はい、14、15、はい、でそこから先の高校生年代はコンペティションの世界、はい、まあ、勝負の世界に入っていくのは自然当然だと思うけど、だからこそ特に小学生なんかはやっぱり出場
試合に出場するっていうことは全員を平等にはもちろんできないんですよ、はい、だって8人で先発がいてサブがいるわけだから。だけどある程度それを計算しながらちゃんと全員の選手に対して試合出場時間を確保していくっていう考え方はやんなきゃいけないと思うし、まあ、一言で言えばだから全ての選手を幸せにしてあげるってことです、はいはい、試合にも出してあげながらちゃんと一人一人が大人にまでつながるようにサッカーをずっと好きでいてもらうようにすることが僕らの役目だ、うん、それを一生懸命やってる中にたまにプロサッカー選手が生まれてくるだけです。すごく俺はそんな大事ですね、大事。そこをやっぱり外れてそのコンペティションがやっぱ優先順位に来るとやっぱり選手、なんか選手がやっぱ選手が苦しい、ね、高校があって、はい、常に50人50人50人3学年で150人高校選手がいるんだけど、で日本中から集められてくるエリート選手たち、はい、でも3年間で甲子園出る選手は50人ぐらいしかなくて100人は出れません。でも本来だったらその選手たちは地元に残ってればもうレギュラーとして活躍できたけど強豪高校に来てしまったがために出れないっていう100人は3年間卒業するときにもうサッカーいいやってやめちゃう子供がたくさんいるんです。だから僕は本当に悲しいなっていうかもったいないなっていうか、その子たちがずっと継続的に毎週試合出て楽しい思いをしてあげればずっと将来にわたってサッカー続けるのになって、うん、だから結局日本ってそういう子たちがあまりにも多いんです。そうですね。だから結局日本がサッカーが弱いっていうのは結局そこなんですよ。だから分母を増やさなきゃいけないんです。ゴールキーパーもまさにそこの問題もでかいと思います。だからトップチーム A 代表だけが強くなることは無理なんですよ、はい、だから草の根の数を増やさないといけない、母数のところ、ね、そうです。だからもう A チーム同士が A 代表同士が見えてるでワールドカップに出るドイツ代表と同じ強さ、日本代表と同じ強さをドイツ代表するから 100チームぐらいできるんですよ。水面下で見えてないだけで、はいはいはい、もう肥沃な大地を持ってるんです、はいはい、だから 1チームしか出てこないからそれしか見えないけど、 でもめちゃめちゃブラジルもそうだし、だから結局肥沃な大地があるから強いんですよ。だからそこを忘れちゃいけないです。じゃあどっちが先かったらやっぱり草サッカーや肥沃な大地作るのが先なんですよ。だからこそ日本は途中でやめる子をなくさ、うんうん、なくせば強くなるんです。日本は小学生のサッカー人口世界8位もいるんですよ、はい、なのに大人にまで続けるやつが100人に1人しか残んないから、だからこれが全員やめないで、全員がやめないでサッカーをずっと生涯にやり続けさせられたら日本勝手にサッカー大国になるんです、うん、自動的に。もっとそこにフォーカスするべきだし、視聴者はもっとそこを、そうだからいかにやめさせないか、いかに嫌いにさせないかっていうことにもっとみんなでフォローを砕かなければいけないと思います。頑張ります。ぜひ一緒に頑張ります。ありがとうございます。お忙しい中にたくさん貴重なお話をしていただきましてありがとうございます。ありがとうございました。はい、というわけで河野さんとの対談シリーズいかがだったでしょうか。選手のためですね、本当の意味でのプレイヤーズファーストを、するためにですね、どのようなことを、やらなければいけないのかっていうのをこう議論し続けることがすごく大事なのかなっていうことを考えさせられました。本当にですね、いろんなことを、学ぶことができました。ありがとうございました。